どうも皆さんこんにちは、群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室平田です。本日は、発表会のある会場ですね、堺文化センターに来てます。ちょっと会場をご案内したいと思います。まず駐車場、こんなに広いんですね。はい、でこちら入り口です。で駐車場は何箇所かありますので、その中の今一つになります。驚くところは公園の広さですね。まあ、プールじゃないですから、こんな水で遊べるところもあります。ただ今は11月ですので、まあすごい冷たいと思います。ちょっと見てみましょう。こちらが公園の方ですね。もう端から端まで全力で走って、最後まで走れるかぐらいなそんな距離ですね。学校より広いんじゃないでしょうか。まあ、これがもしトラックあるとしたら何メートルでしょうね。400メートルとかありそうな気もしますが、そんだけ、感覚的には広いです。はい、であっちの方には山の方、山ですね。で遊べるところもあります。でこちらが建物の、外観となっております。で中も広くて、小ホール、大ホールがございます。で今回平田ドラム教室のイベントは小ホールで行います。はい、こんな形ですね。はい、11月30日ですね、今回ここでありますので、よろしければぜひ遊びに来てください。以上となります。